忘れてはないんですけどなんかタンが絡んでるな。こんばんは。あ、お忘れてた。今日そう、今日湿気がすごくて、湿気がすごくて練習、その練習場とか行ってたんですけど、その練習場に着いた頃にはもう前髪がもうペターンってなってて、もう仕方ないから踊ってる時に こんぐらいのさ、うわちょっと邪魔だなと思ってもう止めて、そっからもう今日一日止めてたから肩がねついて、もう今外したら多分ブワーって治らないから前髪そうだ上げてます。だからあの本気で集中するときは前髪っていらないって思いますよね。基本あの何ヘアアレンジ系で、あの私はおでこは絶対出しません今日はそうテスト、その学校のテスト勉強とかもうマジで集中したいときとか、もう何ももう何にも邪魔されたくないときは前髪つけます。つけますじゃなくてよこします。そうハートありがとう。こんばんはこんばんはこんばんは。ニッカさんありがとう。マルルありがとう。シゲさんありがとう。ヤッホーヤッホー。スマタンさんありがとう。なんか確かにいつからしてないかもよく覚えてないんですけど、この期間なんかね話すことっていうか全然話できてなかったことがいろいろあるなと思って、もう何から話せばいいのか、何から話そう。ハートありがとう。だるまありがとう。じゃあまず最初にあれですねまず最初に初日が決まりました。11月17日です。出航日です。出航日。ツヤポンありがとう。誰もこまっちさんありがとう。出航日が決まりました。パチ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 ありがとう。11月17日の金曜日です。金曜日2回目 N シップ公演です。 N シップ公演の2回目。はい、ありがとう。わあ、パチパチもハートもファイトもありがとう。はい、なのでぜひあのまだ公演遊びに来れてない方いらっしゃると思うんですけど、ぜひぜひ申し込んで貼ってて来てくださいね。お願いします。そうメンバーもガラッと変わりますので、そこも見どころなんじゃないでしょうか。そうユニットもどれになるかお楽しみありがとうハートもいっぱい楽しみです。はい、私もめっちゃ楽しみです。ずっとずっとっていうか一緒にそのこの新公演のセトリが全部決まってから、あのねリハーサルとかも一緒にやってたので、私もそのあの早く初日を迎えれたっていうのはすごい嬉しいなって思います。ありがとう。なんかセトリがすごくすごくすごく良くないですかね。いいんですよ。あ、まだセトリ聞きたくないっていう方もおられると思うんで、具体的にこの曲とかのね曲とか言わないでおこうと思うんですけど、セトリがね結構いい、元気でもありますよ。元気というか明るい、なのかな。夢中ライム公演とはまたちょっと今までの N とはちょっと違った感じの公演にしたいねみたいなのもコンセプトだと思います。予想外の曲が多かったです。確かに私も初見の曲が多かったです。最初決まった時こんばんはこんばんは。けどあのなんでしょう、やっぱりコールとか
声出す系がの曲が結構多いので、皆さんも一緒に楽しめるんじゃないかなと思ってます。ありがとうだるま。こう4曲は目は何にある、確かに確かに、でそこも新しい、結構新しくないですかね。ハートありがとう、だるまありがとう。そうコールがね、あの私も当日聞いてたんですけど、聞いてたというかあの一緒に見てたんですけど、もうコール初日からバッチリでした。すごいと思って。チーム N アンコールもすごいすごかったです。チーム N ってずっと、あそうだ、ユニットも B2 じゃないんでコケ名人なんないですよ。ハートありがとう、10点ありがとう。あみちゃんもコールできる、ファイヤーサイバーのやつライブでやりました。じゃあ結構難しいそうなので、ぜひ11月17日はぜひ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 見てください。アムタス B2 のイメージがから抜けぬ、確か本当に。じゃあその17日見たらそのイメージがガラッと変えれるように頑張ります。今日面接なんですね、どうでした、おはようございますって言ったら、わかんない、私の経験上、経験って言ってもそんな面接経験を受けたことはないんですけど、あのなんか英検の面接とかは、はい、イエスイエスイエスみたいな、目をかっぴらいとけば受かりました。だる、あ、タカありがとう、ハートありがとう、キャンディーありがとう。 N コーン MC 少ないんだね。うん、前の B2 とは違いますよね、 12MC とかあんまりない。まあ、けどその分曲が盛りだくさんじゃないですかね、曲がって感じだから。そう、お、片隅に置きながら頑張りましたどういう感じに片隅に置いてくれたんですか、頭のあのなんで、嬉しいなあ、じゃあ私が多分片隅にいたら多分受かってます。それで落ちたらもう片方の片隅のせいです、私のせいじゃないですっていうことにしておきましょう公演申し込みました、あー楽しみ、当たりますようにだね。レインボースターありがとう、週5通りですか、お疲れ、あ今日金曜日じゃないですか、金曜日じゃん。ヒーローさんありがとう、アンコール受け体力きつそうな、あ曲名言えないけど、あ言ってもいいんですけど、アンコール明けの一発目とその後の N のね、これ結構確かに、け最後に向かってゴーンってめっちゃ上がっていきますから。まーちゃんありがとう。そう、しかも新章、そうです、新章です、各チーム新章ですね。 M も可愛かった、めっちゃ可愛かった受かってる自信しかないです。おー、さすが、目をかっぴらいたおかげですよ。それダメトーク全部、いやいや、あのじゃあ半分こしません、いいよ。あドラマなんですね、ドラマ私見ましたよ、1話、私全部ドラマ1話だけ見てるんですよ。1話と最終回をちょっと見る人なんですよね。ジンクス、生ジンクスをね劇場で見れる、あやっぱかっこいいですよねあれ。えそう、なんか全部見たくて、とりあえず全部のドラマ全部1話見るんですよ。そうハートありがとうね。じゃあその新公演のお話、新公演のお話と、あと B2 いつなんだよって感じなんですけど、チーム
チーム B2 じゃない、さつきチーム B2 が千秋楽を迎えました。だいぶ前ですけどだいぶ前って言ってもだいぶ前じゃないんですけど、そうですね、その日もう本当に私のついてない運っていうか、もう体調管理の問題なんですけど、なんとその本当に最後の最後の日、その何倍が開花宣言が終わってしまうっていう日に普通に体調崩してしまって、その場には行けなかったんですけど、けどなんか愛花さんからもお手紙もらって、さくちゃんからもお手紙もらって、本当にね、けどやっぱ恋しい、なんか今新チームになってからこそ寂しいなって思う時はめっちゃあります。ポンポコさんありがとう。そう、なんかやっぱチームが違うと合わないことはないんですけど、合わないですね。リハーサルの時間も違うから、朝 N、 例えば朝 N やって次 M だったら時間合わないんです。とかその後 B2 とかだったら全然合わないの。そう、誰もありがとう。え、確かに今日関西弁の日かもしれないです。キャさんありがとう。え、そうだから合わないかな、合わない。あ、けど最近は結構合ってます。けど一時期握手会とかではそっか会えてたわ。そうなんですよね、だからそれは寂しいです。そう、あとだってあれじゃないですか、練習してるのをお互い見てもお互い違うチームだから、前まではあ一緒にやる一緒にやるみたいな感じで入っていけたものがね、入っていけないっていうか、チームが違うから同じことできないし、なんかその各チームでさ、いろんな各チームのお話ってあるじゃないですか、この公演のこここうしようとか、そういう話とか、この曲こうだよねっていう話とか、そういうのはやっぱチームが違うから、そういうのもああそうなる、できなくなるんだなと。久丸ありがとう。くまにょうたん今日会いましたよね。そう思うと寂しいです。だから予定を合わせて一緒にどっか遊びに行こうとかだったら会える。そうか、けどね、けどまあ基本的にあのレッスン場とか行けば大体みんな会えます。はい、会えますよ。だからあ、昨日そうだメラメラがあったんですよ。見てくださった方いますか。初見です、ありがとう。メラメラをね、昨日出演させていただいて、8期ばっか、8期ばっかっていうか8期生が8期生しかいない回でした。そう、こんばんは。そこで、普通にペルーだと思ってました。フェリーはなんか今回のテストかなんかで私もペルーって書いた覚えがあるんですよ。だから罰されてたんだね、あれ。まだ見れてない、見てください。行きました、楽しかった。嬉しい、めっちゃ笑ってストレス解消できた。あーよかった。渚最高も可愛かった。そう、あの渚最高をミュージックビデオ流れるじゃないですか。でもあれは現地でしか多分流れてないっていうか、その私たちがワイワイやってる感じは流れてないかもしれないんですけど、そう、そこでみんなとめっちゃ踊りました。え、なんか歴史上の人物に富澤何でしたっけ、絶対いるんですよ。あの汚水、温水なんかね、温水なんか汚い水か、汚染のなんかをなんかした人なんですよ。
汚染のなんかをなんかした人なの。なんだっけな、富がつくんですよ、なんとか。そう。何でしたっけね。そう、セントバーナード犬、笑ってくれました。やった、伝わった、めっちゃ嬉しかった。いや、ちょっと伝わらないかなと思ったんですけど、あ、どう見てもポメラニアンですよね。宝珠を調べました。私は宝珠を何でしたっけ、調べた割に出てこない。うわ、めっちゃその一時期宝珠家のなんかテストっていうか宝珠家の分野の時があって、なんかめっちゃ覚えた記憶があるんですよね。田中正造、田中正造ではないです。その人もなんか汚染のなんかした人です。あの環境系の人です。そう、あ、そうそうそう、時政結構ご存知、私時政結構します。うわ、その一個上分からないな、しなんとかさん分かんない。富何でしたっけ、富、まあ、なんか汚染のなんかした人で覚えてました。まあ、あれは数書けばいいと思ったんで、まあ、ちょっと戦国武将っていうところはまあまあなんかいろいろ書いとけばもしかしたら戦国武将かもしれないと思っていろいろ書きました。あ、高時も知ってます。時政お父さん、ええ、そんな北条家、あ、なんだっけ、そうそう、水問題だから富の、まあ、北条宇治政、へえ、なるほど。まあ最近まで日本史の勉強めっちゃ頭に入れてたんですけど、テストも終わったんで全部吹っ飛んでってます、今。はい、であとは物ぼけ、あ、97位の渚さんが大喜利みたいなんで、渚さんがの卒業発表が関心度第1、それじゃあ97位はっていうお題に対しての、あれ結構、あれで缶バッジもらえたんですよ、缶バッジ。あ、嬉しかったですね。そう、値上がり、そう、97位の自分の事件っていうか、なんて言うんですか、難しい、そう、ニュース、 NAB 内の97位のニュースはっていうのは水の値上げって答えなんですけど、本当にあれは困ってます。前まで100円あったら10円もお釣り返ってきたんですよ。けど110円ってなると、100円あっても10円がなかったら200円とか出さないといけなかったら、もう90円じゃらじゃら返ってくるんですよ。しかもみんな110円でさ入れるから、90円も50円玉と40円で返ってくるんじゃなくって、50円玉と40円で返ってくるんじゃなくて、もう自動販売機に入ってる10円の量が多分大量だから、90円返ってくるんですよ。10円が9枚も返ってくるんですよ。そしたらもう何も損はしてないんですけど、もうちょっと、あ、もうがちょっと落ち込まないんですけど、落ち込む、あ、増えちゃったじゃんって。そう、だから200円しかなかった時は水買うのちょっと渋っちゃいます。そう、もう水1本飲み干したけど、まあ新しい水、なんか2リットルの水は置いてあるから、それを継ぎ足しますね、その時は。ハートありがとう。え、そう、嫌ですよね。そう、ビズの MC で自販機で節約してるってなかったかな。節約してんの、みんな。どうやってあれ自販機で節約するの。
なみちゃん初めて見れた。嬉しい、ありがとうございます。今日、あ、そうだ、今日自動販売機でコンポタージュ買いました。カード決済ねできないんですよ。水筒ですか？水筒は3日も続きません、多分。じゃあ皆さん的に97位の事件は何ですか？あ、リサのオロナミン C の節約の話聞いた、本人から聞きました。あの自動いつもし、いつもじゃないけど、あーそうそうだ、炭酸飲みたいな、あーけどなどうしようっていうのを何回か聞いたことあります。こんばんは。無理です、水筒はあの3日も続かない気がする。あの 洗うの出すの忘れちゃってみたいな。そう、97位か、あみちゃんの学校の席が一番前だった。うわ、確かに新しい気が入ってきた。おもろい。あ、みんなめっちゃ重いじゃん。すごい、皆さん大喜利すごいですね。劇場前カメム失敗アマゾンで箱買いしてる。私も水は箱買いです。先輩、そんなそんなこと言えないじゃないですか。先輩買ってくださいって言ったんで、言えません。いるって言われたら、え、いいんですかとかだったらできるけど97年、意外とめっちゃむずい、大喜利ってむずいんですね。97位ってなんかめっちゃむずいって思いましたけど、そういうことなんだなっていうね。そうですね、はい。浄水器買ってくれる？出ないです。うん、だからあれだから、考えすぎちゃダメなんだなって思いました。考えすぎたら出てこない大喜利、大喜利モノボケ、モノボケも初ではないですか、けど私の感覚的に初みたいな感じでした。初大喜利不得意、あみちゃんすごいと思った。嬉しい。昨日のカメポスターカメムシ浜田さん思い出しちゃった。いや最近ね、めっちゃ大阪に、大阪というか関西付近に大量にカメムシいますからね。そう、モノボケ嬉しい、イエーイ、嬉しいです、やったあれを瞬時にっていうか、その時思いついたんですけど、あれは何個も何個も出てくるのは本当にすごいなって思いました。覚えてますよ、大吾さんと純平さん、合ってるっしょ。覚えましたよ、キャンディーありがとう、はい、なんかね、認知ですか。私あの現役高校生なんで、わ、暗記は得意ですよ暗記っていうか認知は得意だと思う。ハートありがとう。あのね、私あの名前がパッと出てこないんですけど、もう顔は瞬時に覚えられる人なんです。それは知っててください
あのね、言い間違いとかもすごい多い人なんですよ。あの人の名前とかじゃなくて物の言い間違いとかがすごい多い人で、そう、ベースケさんありがとう。だからお話、あのオンラインお話し会の時はそのさ、画面とお名前も出てるからすごい、もうすっごい本当に紐づくんですよ。あのやっぱり文字に出てるから、文字と文字も出てお顔も見れるから本当にめっちゃ覚えます、覚えます。やっぱリアルも直接会ってるからすごい、だからやっぱりね覚えます。だから皆さん逆に忘れてませんか、あれアミって、アミ忘れてませんか、逆に心配です。皆さん記憶力大丈夫ですか、私のこと覚えてますか。誰もありがとう、わ10点ありがとう。え、声分かりますよ。別に私あのファン、私のファンの方じゃなくてもめっちゃ B2 公演来てくださってる方とかわーってなるもん、久しぶりみたいな。覚えてないんですか、うんって来てる。フルネーム言えないでしょ、言えますか。まあ5文字なんで覚えててください。フークのアーミーです、5文字です、はい、覚えててください。フークのアーミー5文字、よかったら覚えてて。あと1個漢字で、あれなのは漢字で覚えていただくのは、私の身はあー全部あー、みが違いますね。私のみあーはあんずのあーで、みが結構ねお間違いの方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、私は美しいのみじゃないです、実るの方の果実の方のみです。最初は服だと迷ってた、服のあ、服の紙で覚えてもらって、それのあーって覚えてもらったら、うん簡単ですよこれ。そう、それかなんかあの一個覚えやすいのが、編み編みの服ってあるじゃないですか、普通に服でさ編み編みの服とかあるじゃん、全部自分なんで、それ並び替えたら服の編みってできるから、単語登録してるから大丈夫。確かにふーって入れたら出てきてくれます。そう出た、編み編みの服、そう編み編みの服全部フークのアミって、なんだっけあの子の名前ってなったら、なんかの服って言ってたの、なんだアミアミの服、あ服のアミだってなるかもしれないです。アンズのミって覚えてます、ありがとう。そうアンズのミ、そうそれじゃあ服、服のアミじゃん、服のアミアミじゃん、まあ一個アミを取ればいいなって、あって入れたらアミタスとかで、嬉しい、こんばんは。私も公園って入れたら、前までは普通に公園が出てきたんですけど、今はこうあの公園が出てきます、そっちの公園じゃない劇場公園の方の公園が出てきます。そう TikTok はそこから来てるのかな、そう TikTok はなんかね、なんかひらがなでなんだろうと思って、普通に漢字で、漢字とかにしようかなと思ったんですけど、ひらがながいいなと思って、ひらがなでそのまま服のあみ、うんどうしようかなって思ってた時に、服服のあみと思ったんですよ。そしたら服のあみにもなるなって、けどちょっと並び替えてみたいと思ったら、あみあみの服でいいじゃんと思って、そう公園ではなく、そう公園になりました。コールはあみです、よろしくお願いします。なんでそれにしましたね、こう公園です、公園。ドラえお腹ダブダブ、私も今日ドリンクめっちゃ飲みましたよ。今日本当に変な食生活しました。朝はお味噌汁飲んで、
でお昼にまあ、私の大好きなカフェインを摂取しまして、その後にプリンがあったのでお腹空いてたんですよ。けど別に甘いものは食べたくなかったんですけど、普通になんかおにぎり買おうかなと思ってたんですけど、プリンがあってうわー食べたいと思ってちょっとプリン食べたんですね。そしたらもう、まあ、コーヒーも甘いっていうかちょっと甘かった、甘いし、でプリン食べて、で何ですか、プリンを食べ過ぎたっていう言うことはないんですけど、1個食べただけなんだけど、それを昼ご飯に食べたからなんかもう口が甘すぎて、でその後うわ口甘いと思って自動販売機にコンポタがね、コンポタが新発売されてたんですよ。しかも聞いてください、コンポタちょっと安いの120円、安くないですか。だいたいさ自動販売機のコンポタって最近140円とかするなって思ってたんですけど、120円で、まあ、20円ぐらいはまあいいんですけど、まあ、飲もうと思って飲んで、それ飲んで、でその後また普通にお水はずっと飲んでる人だからめっちゃお腹タプタプです。そうスープ味噌汁が大好きなんですよ。なんかもう汁ばっか飲んでます。テストから解放されたアミタス生き生きしてる。だいぶ前に解放されてましたよテストは。テストどうだった。あけど結構ねイベントとかの時にテストどうだったって聞いてくださる方がいて、違う、私は中の下って言ったんですけど、それは下の下だねって感じのみんな笑い方だったんですよ。中の下ですよ、中の下、ちょっと真ん中よりは低いかもしれないけど一応中みたいなそうなんですよ。けど一番点数が良かったのは日本史ですよ。日本史さっきちょっと歴史できてなかったけど一応日本史が良かったです。あとそんぐらいかな。でやっぱやばかったの、悪かったのは英語が悪かったです。真ん中あたりって真ん中あたりってことにしとか、あそう真ん中中の下、はい、世界史が一番でした。名前をねひたすら覚えてったからだと思うんですけど、まあけどその記憶も今あんまないんですけど、そう英語はカタカナで書かなかったです。ちゃんと書けました。わちゃわちゃしてた今日が大丈夫だった。何でしたっけ、わちゃわちゃしてた今日、赤点はなかった、大丈夫でした。りすけさんありがとう、たかじさんありがとう、10点。そうボートレース、あけどその日本史一番目の日本史は中の下じゃないですよ、中の上さまれありがとう、中の上です。うわ拍手来てる、ありがとう。最終日あたり、そうけど切って、1日目の本当にやばかった、自分の中で時間がなかった世界史と古典はまだね耐えた気がします。それけども中、なんかどっから上って言っていいのか、なんか上って言い過ぎたらさハードル上げちゃうじゃん。けどまあ日本史の10の桁を言うと、これで伝わりました。まあだから80点以上でだったら言えないわだから中です。2じゃないですよ。
2に見えるけど、この置いてるお皿を足して見て。たくまさんありがとう。だるま、ね、そんな感じですね。お寿司、お寿司の皿。そう、うん、まあけどもう時間がない割には、お結構取れたなって日本酒はね思いましたよ。7点じゃないですよ、7点。あの結構あの何ですか、これもういいことでもあり悪いことでもあるのかもしれないんですけど、誰もありがとう。あのね、あサイゼリア帰りを始めてください。あのいいこと、いいことってか、私もう何をやっても点数変わんないんですよ、ほぼ毎回言ってなんですね。だからあのなんて言うんだろうな、この NMB のこの活動を始まる前の高校生の時もまあ別に同じぐらいだったんですよ。まあ今よりかはもうちょっと高かったんですけど、まあ時間がちょっとあったからけど、その入ってからあの急激に、まあ最初の頃は落ちたんですけど、けどね今もうそんなに変わんないぐらいになってます。まあいつもまあまあまあ大体こんぐらいだろうなっていう点数だから、上がることはないんですけど、あのめっちゃ忙しいと思ってもまあ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 って、まあ英語だけはちょっと例外なんですけどね。そうだからまあ赤点もなかったし、まあ上の点数は全然そうギリギリじゃないの、点数、点数はまだ大丈夫な方ですよ。あのテストの評価っていうかそういうのは大丈夫なんですけど、私が結構ギリギリなのはあれですよ、あのいろいろ単位とかあるじゃないですか、そういうのとかがギリギリ。あとテストの点数もまあちょっとギリギリな時はあるかもしれないんですけど、それよりねそっちの出席とかのと、あと勉強おいやばいみたいな課題のギリギリがあります。課題ギリギリ、結構ギリギリ、まあけど出したから大丈夫なはずそうそうですよ、だからねそっちがギリギリです。あのね一日の中でうわこっちもあっちも行かないといけないっていうことが往復そうあれやっぱいろいろリハだと朝行って学校とりあえず行って一旦抜けてまた行くみたいな、それか朝めっちゃ早くなナンバ行って学校行ってまたナンバ戻るとか、そう、うん、めっちゃ往復するやんって思いながら、そうそうね、嬉しい、学校の先生に見せたい、あ届け届いてもほしいけど恥ずかしい、やっぱ恥ずかしいですね、恥ずくないですか、うん、嬉しい、ダンス面と思われたのかしら、ダンス面要素は多分なかったはずなんですけど、なんでなんでしょう。まあけどこれから上手くなっていけよ亜美ってことなのかなって思ってるんですけど、ありがとう。ふな、あ確かにね最近風邪流行ってますからね、風邪流行ってるよ、私も風ではない、まあ一回体調崩した時から風邪ではないんですけど、なんかずっとその後も鼻声がな治んなくて、最近治りかけてきた。ビビビさんありがとう、初日おめでとう、ありがとうございます、17日来てくださいね、10ありがとう、
あ、もう41分喋ってる自分。学級閉鎖にはなってないです。バラありがとう。風邪ひき中ですか？大丈夫ですか？無理せず、ね、休んでください。無理せず行きましょう。いやその通り。で最近寝落ちばっかするんですよ。わまたやらかしたと思って、もう気づいたら5時とかで、ああもうそんな、うん、だからなんか夜中でもないんですけど、普通にダンスの動画とかバーって見てて、でこれ見終わって踊ろうと思って見てる最中に寝ちゃったりとかして、なんか夜過ぎたらもう踊る体力は残ってなかったりして、見てた時に寝ちゃって、でそのまま気づいたらもう朝5時みたいな、で体バッキバキみたいな、もうめっちゃ後悔するね。でそうしてしまうの。寝落ちめっちゃ、もう結局寝たんだったらベッドで寝ればよかったって。そう、勉強本当に大変そう。私前日とかさ、その焦って詰め込むタイプの人間だから、もう確かにその辺の時はもう本当にとりあえず頭に入れるっていう作業をしてるから大変なんですけど、ま、前もってね、毎日ちゃんとさ、あの復習をしとけばあんなことにはなんないと思うんですけど、テスト週間だけね。今は眠くないです。私はあのめっちゃね、朝起きて眠くなる時間帯が大体あって、まあ、1時間目めっちゃ眠いんですよ大体。本当に1時間目は最近眠くないんですけど、もう通学してる時が本当に眠すぎて、朝が起きて電車乗ってたりとか歩いてたりとか自転車とか、なんかもう何ですか、自分も動いてるはずなのにめっちゃ眠いんですよ、ね、だから朝の歩いてる時の顔はだいたいもうね、あの最小限しか目開けません。朝は最小限しか目開けてないです、はい、意識的には起きてるんですけど、それでもなんとなく半分、脳みそがあったとしたら脳みその半分はまだ寝かしときたいんで、半分だけ、え最小限の声ですか、こんな感じ、なんでかそう、目最小限にしか開けないんです私。そうで起きますね。やばい、あーやばいみたいな、時々こうなっちゃうから、あーやばいみたいな、最小限、朝最小限ですね。え、そう、あー不安不安、確かに脳の半分はまだ起こしてないです。そう、え、できますよできますよ。え、私あの眠くなったらあの脳みそコントロール、そうでき、そう、なんとなく半分だけ、あ自分今ちょっと半分だけ寝てるわって分かるんですよ分かります、半分だけ寝ることでき、本当はこうやりたいけど、それでも歩かないといけないからなんかこうやってやるんですけど、まあ確かにそしたら半分だけ寝れるんですよ。ほんでこんな感じ、これでなんか目は一応こうやって見えます、だいたい下向いて歩いてるから、こうやって目は一応だいたいこうやって歩いてるんですけど、何も考えてないから、ただ歩くっていうことだけしか行動、頭を働かしてないので寝れるます。うん、えな、一個ずっと疑問だった、もうこの話をしてちょっとあの今日一旦ショールーム終わりにしようと思うんですけど、めっちゃ喋ってる、あのすいませんねあの白目向いてる時ってあれは寝てるになるんですか？白目向いてるっていうか目開けてるんですよけど、白目
目ん玉が目玉が上に行ってる時とかって寝てるになります。あれってあれって寝てるんかな、脳みそ。何も寝てるって何の状態のことを言うんですか。目をこうやったらそれは何も見えないから寝てるってなるけど、けど目は開いた状態で黒目だけは上ってことだから何も見えてない状態でしょ。視界的には何も見えてないけど白目をしてる意識はある白目をしてる意識はあるけど寝たいから目玉、あの目玉を上にやってるっていう。え、私は寝てる時に白目を向くんじゃなくて意識的に白目を向くんですよ今はもうさすがにはしないんですけど、中学生の頃やっぱもうさ受験とかでさ眠くなるじゃないですか。そんなね、夕方っていうか夜まで塾があったりねとかなったらもう眠くなってしょうがないんですよ。え、私だからけどやっぱ寝たら怒られちゃうしバレちゃうから、だからけどそれでもどうしても眠たいから私結構白目向くのが意識的にだよ。だって目開けて普通にあマジで眠いってなったら白目向くんですよ。意識して的にしてたら寝てない。え、そう、意識的にしちゃうんですよ。え、普通の無意識で白目じゃない。え、普通の意識的に寝たくて白目にするの。目は開いてるんですけど目は開けようと思ってけど寝たい、あもう上に白目みたいなえ、見ます。え、声引かないでくださいね。なんか笑ってやったらさ怖いかもしれない。え、できてるか、今できるかわかんない。3年ぶりとかやる。いきますね。え、これ白目ってのできてました。今眠くないからできないんですけど本当に眠い時はめっちゃ白目になる。え、いきます。もう一回だけ。あ、視野見えるわちょっと自分で今どんな絵面か見えてないから。あ、できてます。こういう、スクショダメですよ、ダメですよ。スクショしないでください。拡散防止、これ見てる人限定けどこれをめっちゃねやってたんですよ。私は塾でやってて、そしたらあの何ですか、塾にもさ保護者の何、三者面談二者面談、私はいなかったんですけどその時にお母さんとその塾の先生があの話す二者面談の時にいつもの時にね、なんかいつもあみちゃん頑張っあの眠たそうにしてますけど白目向いて頑張ってますって言われましためっちゃ眠そうにしてるけど白目向けながら頑張ってますってかわいそうなお顔って言われそうだ、かわいそうなちょっと残念なお顔して頑張ってますって。そうそう、だって寝ちゃいけないって先生から言われるじゃないですかだからそれを必死に私はそれを受け止めて本当に寝ちゃいけないって目は開けとかなきゃいけないと思ったから白目を向いててそれをやっぱ先生にも気づかれてました。私気づかれてないと思ってたんですよ。めっちゃいい方法を見つけたと思って、だって目開いてるし目開いてるから寝てるって思われないじゃんと思って、なんかさっきから自分白目に何回 もう自分からしちゃいそうな、目開けてるしだから絶対バレてないわこれはと思ってた。しっかりバレてました。え、そうだから怒ら、それで起きなさいとか怒られたことなかったんですよ。言われたこと、起きてとか言われたことなかったから、いや通用してるんだなと思ったら白目はバレててた感じなんですけど、けどあの白目向きながら頑張ってますってそうそう言ってもらいましたよ。で家に帰ってあんた白目向いてるんってママに言われました。バレたみたいなそう
でこれ本当に意識的に塾でやってましたね。なんか無意識の白目もあるじゃないですか。逆にけど無意識の白目はあんまり、眠い時は本当にがっつり目閉じちゃうんで大丈夫なんですけど、あの意識的な白目を、眠すぎて意識的に白目を向いちゃう、意識的にそう触れにくかったんでしょうね、一応目は開いてるしみたいな。そうね、あの顔見てみたい。ええー、けどね、性格似てるって言われたことは一回もありません。多分本当にあのね私がヘラヘラしすぎて逆、真逆、結構あのきっちりというかハキハキというかふわふわ、全然ふわふわ系じゃないどっちもサングラスしたらおかしいって言われそう。そうですねっていう話でした。どっからこの話になったのかちょっと覚えてないんですけど、なんでこんな話になったんですっけ。そう、はい、どこでも別に正面見てました。眠すぎて、眠くて意識的な白目できる、はい、結構これとかこうやって開いたらめっちゃ目白くなるんですよ。テストからの話の流れでこれになるんだ。こいつ半分寝たりしませんよ。さあ大丈夫です、体動かしてるからそうそうそう、だからそういうお話がそうあったなと思って今思い出して、白目少ししてめっちゃ気にするいや自分のものにしておいてくださいね、隠さない、やめてくださいよ。どこでも白目しない方がいいよ、確かにね。ここだけですよ、だから皆さんダメですよ、ばらまいちゃ動画も載せちゃダメですよやめてくださいね、バレちゃうから。いろんな、こんばんはね、白目向いてしまうアイドルとかやめてくださいね。白目向いてしまうんじゃなくて私が向いたんですから、向いてしまってないです。そういえばハートありがとう。そう、配信中に白目向いてしまうアイドルじゃなくて、配信中に意識的に白目を向くアイドル、これですよ。切り抜けもしないでくださいね。白目向いちゃうじゃないですか、私の場合は向いちゃわないの、意識的にやってることですはい、以上眠い時は寝れないと機嫌悪くならないです。一瞬回ってめっちゃ目が、振りでない、振りじゃないです本当に。今日ダメですよ、白目を向けちゃうだってみんなが見たいって言ったから、心の中に収めておきます。ありがとう、それが一番いい。ダメですよ、振りじゃないんですよ、振りじゃないんです けどこのね、あのもしなんかさ、エピソードトークとして何か話す際があったら、その切り抜きとか SNS とかじゃないとこに普通にあのお友達との会話とかのね時に話す時に、あーそういえばさ、福の亜美っていう子さ、なんか配信中に白目向いてたんだよねって伝えるんじゃなくて配信中に白目向いてたんじゃないです、意識的に向いたんです、そういうこと。あの言葉ってやっぱ難しいですから、言葉は難しいですから皆さん、今日あのそこ向いちゃったじゃないから、絶対それは違いますね、向いちゃってません、向いたんですはい、だから皆さん心の内に秘めといてください。そうね、はい、こんな感じで、まあなんでこんな話になったのかは、そうだね、テスト勉強からの多分派生なんですけどね、今日別にこん今日こうなるとは全然誰も分かんなかったですよね。はい、そうそうそう、無意識にねっていうのはちょっと恥ずかしいですからね。そう今日の名言、言葉って難しい、そう難しい、そうそう
また話してくれた。やらされちゃうじゃん。こういう話でした。はい、なんか思い出しました。中学3年生のスイマの時、スイマと戦ってた自分のことを。はい、じゃあ56分もベラベラと喋ったんでごめんなさいね。もうすぐだって8時から始めてもう1時間も経っちゃってました。すいません。じゃあランキング読んでね。オンライン白目でお願いします。いいんですか何も見えないじゃないですかじゃあ一緒に白目しといてください。一緒にで黒目向いた方が負けっていうことしません？一緒にオンラインで白目してて黒目向いた方が負けっていうゲームはい、もし白目私も一緒だよとか僕も一緒だよっていう方がいたら待ってますね。じゃあじゃあランキングを読んで終わりにしようと思います。いきます。13位ポンポコさんありがとう。12位逃亡者 K さんありがとう。11位フェニックスさんありがとう。10位もーちゃんありがとう。9位たくまさんありがとう。8位シューズさんありがとう。7位ひろっちゃんありがとう。6位きよさんありがとう。そして5位にっかさんありがとう。そして4位きよさんきよさんありがとう。そして3位つよぽんありがとう。そして2位ひさまるありがとう。そして1位はまるるありがとう。ありがとうございました。楽しいお話をありがとう。嬉しい、こちらこそです。まあしょうもないお話にいっぱいいっぱい付き合ってくださってありがとうございました。じゃあそれじゃあ今日は金曜日、週末をお楽しみください。皆さん週末何するんですか？週末お楽しみにください。幸せになってください。ありがとうございます十分今こんなニコニコで話してるんで幸せです楽しい白目ありがとう。いえいえいえ、おやすみなさい。今日じゃあ寝らないよっていう方、今日なんかこの後用事があって寝れないよっていう方ぜひね活用してください。歯医者に行く。おー、なるほど。センチ頑張れ。ありがとう、頑張ります。またね、またね。じゃあね、ありがとうございました。バイバーイ。目つぶって寝てください。はい、寝ます。バイバーイ。